さあサビに行ってみましょう。サビでね使うコードのね種類自体はねそんなには多くはないですが、ね、最後にですね転調キーといってねキーが上がったコードもありますので、ね、そこも確認していきたいと思います。まずはね通常のサビですね、こちらをやっていきましょう。覚えるコード進行は一つだけでございます。 D、E マイナー、A、D のね4つになります。これをね2回繰り返すだけでねサビはできますから、ぜひね確認してみてください。そしてね最後のね転調キーといってねキーが上がる場面があるんですけれども、ここがねちょっと難しいです。一回ねやってみたいと思います。覚えるコード進行は1種類のみでございます。E、F シャープマイナー、B、そしてね、E の、繰り返しとなっております。この中でね、ちょっとだけね、難しいっていうのがね、ちょっとじゃないかもしれない。結構ね、難しいのがですね、このね、B コードになります。僕もね、未だにね、結構難しくて、このね、動画を撮っている今でもね、結構苦戦してね、何回も撮ってます。このね B コードはですねちょっと押さえる指がですね離れているっていう感じもあって痛いとね感じてしまうこともあると思うんですけれども、幸いにもねこのね曲はですねその前に F シャープマイナーといって同じようなね人差し指を押さえて弾くコードがありますからね、この人差し指をねギターの弦に固定したままね頑張ってね B コードのねコード進行をねできるようにしてみてください。さあ C メロですね。 C メロはねそんな難しいコードっていうのはね出てこないんですけれども、ちょっとね珍しいコードがあったりするので紹介をしていきたいと思います。まずはね弾いてみます。はい、これもねコード進行が2種類ございます。1つ目がですね C、G、D のね繰り返しのね4回になります。これはね今までやってきたコード進行とね似てる部分がねありますので、ちょっとね練習してみてください。ストロークパターンもね同じようなパターンになります。難しいのがねラストサビに入る前のこのね間奏部分のへっ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 ていうところなんですよね。ここがですね A、 そしてねB をベースとした G コード、そしてね G シャープディミニッシュ、そして E7 の A サス4、そして A コードとなっています。このねコード進行がねちょっと難しいのでね、またね同じように右がね弱冠だけでいいですから、左のねコード進行を繰り返しね練習してみるようにしてみてください。そしてねストロークパターンですね、こちらがね今までとはねちょっと違うパターンとなってます。やり方としてはねまずはまた左側ね A コードだけでいいですから、右をねこうねひたすらね上から下にね下ろしていってみてください。これのね繰り返しになります。ぜひねやってみてください。はい、ということで今回は桑田佳祐さんのソウルコブラツイストのねサビをやっていきました。最後ですねキーが上がってねちょっと難しいコード B コードもね出てくるんですけど、コツコツでいいですからねぜひやってみてください。そんなにね出てくる量は多くないので、ちょっとね練習してですねぜひ習得してみてください。皆さんねよく頑張りました。で次回もね何の曲にするかちょっと迷ってるんですけどね、こんな感じのねスタンスで出していければなと思います。何かね意見やコメントアドバイスなどあればよろしくお願いいたします。それではねまた次回の香りの動画でお会いしましょう。バイバイ。